ターをこの回から入れ替えています。156キロ打っていきましたが、サード北村がナイスフィールディング、倒れてワンアウト。タミヤ選手ね、ボンドになりましたけどね、はい、すごくいい対応してましたね。あ、なるほど、やっぱりタミヤ選手、その今川の、うん、いいピッチャーですね。スピークじゃないかな、うん、外のスライダー。いや、このスライダーはね、はい、相当いいですよ。さあ、あっという間にツーアウト、ツーダウン。ドラフト1位ルーキー大勢が今川を最初に切っています。もう途中までね、これスローで見ても外のストレート寸前まではもうまっすぐに見えてますよね。最速157キロをマークしているというね、もうこれも156キロですけれども、すごいピッチャー入ったな。158、これでやはりね、自身最速更新です。ファウルボール、まあ、しかし近藤もねしっかりとついていきます。あ、近藤選手まっすぐはレフト線を締めています。でこれは打ち上げてしまいましたが、センターですね、センター岡田がいます。掴んで3アウト。7回の裏、噂のドラフト1位ルーキー大勢が出てきて、ファイターズを1、2、3、3者凡退に切っています。